どうもこんばんちは、キシトです。ホームスイートホーム続きやっていきたいと思います。エピソード2ね。さあセーブして、俺どっちから来たっけ。そっちは来たよな。上に登る感じか。ん、おうっす、危ないよ。岩が落下してきた。誰かが意図的に落としたのか。おう、カラス。こっちはいけないね。じゃあこっちに行くしかなさそうだな。お、血だまりが、血をたどっていけ。うわ、なんだこれ、赤い糸みたいな、何の意味があるのだろうか。ん？わお、待てよ、そっちも行けるし、こっち側は？わお、なんだこれや。What is this? あ？なんだあれ？おい、汚ねえな。なんかゲロみたいなの吐かれたんだ、なんか顔に。あっちは行ったらやばいか。うわ、主人公メガネがなんかかけてたっけ。視界がなんか汚くなっちゃった。うわー、シカちゃん食われてんな。あ、こっち逆に行き止まりか。グロッチーもの見せられちまったぜ。おい、なんだこれ、何かけられたんだ。てか不幸ぜこれ。な、服でも何でもいいからさ、とりあえずこれ落とそうぜ。汚くてしょうがねえよ。で、なんか赤い変なのが浮遊してたけど、あれがなんか液体を吹きかけてきたのか。今は見えねえけどな、何だったんだあれは。焚き火、さっきも焚き火なかったっけ。何の音、なんだあれ。人っぽいけど、うわ、なんだあれ。いやいや、ホームスイートホームってそういうのじゃなかったろお前。え？むしろあれ、どうなってんの？頭しかないよね。何あれ？体どうなってんのあれ？なんか吸ってんのか？お前が動物たちをなんか食ってたのか？何？なんか下半身ですごいいじくり回してんだけど。めっちゃ腰振ってたね。うわぁ、気持ち悪い。なんだあいつマジで。さっきあれか、浮遊してた赤いやつあいつか。おい、お前か。びっくりするじゃん、お前。お前か。なんだあのババアは。顔だけオーバーハンだったぞ。体がわけわかんねえことになってたけど。上を向いた方がいいのか。あいつは宙を浮いてるから上から奇襲してくるか。お、水場。ここでなんか洗おうぜ、メガネかなんか。めちゃ雨降ってきた。こっち行けない。お、この雨で、お、汚れが落ちた。メガネだったのかな、やっぱり。天気がな、荒れてきてるな。ああ、ウッドプランク。
まあなんか木の板だね、うん、標識かなんかだったのかな、うん、まあこっちはそれだけだと。こっちはあいついねえだろうな。一応こうちょこちょこ上を見てやつを警戒。おい、いる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 、言いやがったー警戒しといてよかったな。いるぞあいつ、やっぱり。ん、死んでんのか。これもやつが食ったのか。葉っぱに擬態、草木に擬態します。なんだ、みんなあいつになんか血を吸われたような感じなのかな。食われた。おお、なんだ、エンティティされてるぞお、みんななんかエンティティ捧げられてるねえ。で、なんかお経かな、これ。なんか読んでる声が聞こえるけど、こっちはいけない。あ、あの橋か、橋木か。エンティティに捧げられてる皆さん、私は行きます。これ落ちそうだな、怖え。おい、怒った。うわ、なんだ、え、ゾンビかよ。おい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 、なんかホームスイートホーム前作と全然違くねえか。あのハサミ姉ちゃん、ん、安定した。どこに行ったのなんか急にゾンビになったんだけど。ゾンビゲー、銃とか出てくるゲーおう、あー、でもエンティティに捧げられてるね。なんかこのお経で成仏してんのかな。宗教的なあれだったからね、結構難しいんだよなこのゲームね。なんだこれ土でできた鎌倉、入れはしないか。別に中にも何もないね。何の意味があんだこれうわー、いる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 、めっちゃなんか普通にいるじゃん、ゾンビみたいな人が。それいいんですか。すいません、私のこと見えます。あの人だけなんかあれは無害なのか、あの人は奴ら実は無害。あー、奥にもいるね、いっぱいいっぱいとか、一人だけだったけどでもいたね。うわ、鶏が死んでいる。鶏をなんか捕獲するあれだったのかな、これは道具。あ、入れるな。あー、牛も死んでいる。容赦がないですね、生き物に対する。お、建物、ここがゴールか。この辺りは、下は何もない。あ、何もないね。建物の中に入れと、そういうことか。でも小さい建物だよね、そんなに広いことはなさそう。おお、開いた。あ、なんか水を溜めておくみたいな、あれか、溜めてんのかこれ。くれー、
ガーランド。花の輪っか、かな？ああ、メイドオブフラワー。ユーズイン？ああ、これもあれだね。なんか、供物で使用される、お供え物みたいな感じなのかな？花で作られた。ああ、別にこれ持っていけないのか。持っていけるわけではない。お！写真だね。フォース4枚目の写真。持っていける。で？お！ジェーンの日記だな。内容的には？ティムはまあ、ゆうべ戻ってくるのが、帰ってくるのが遅かったみたいな感じか。はいはい。ボス。ドリンクウィズヒズボス。ああ、まあ、上司かな。上司と一緒に飲んでたっていう感じだね。まあ、ティムはあんまお酒得意じゃないけど、みたいな。まあ、but he said it to have been rude to refuse. まあ、なんか断れねえみたいな感じだよな。まあ、上司の誘いだから断れないから、まあ、飲みに行くのはしょうがないよみたいな感じだね。付き合いなのは、しょうがないよみたいなのは。I'm such a generous person. へへ。私はなんか、とても寛大でしょみたいな。へへみたいな。このへへがなんだろうね。had to give myself a little compliment. まあ、自分自身を褒めてるっていう感じかな。寛大な人でしょみたいな。私みたいなね。But on the other hand, I would you, rather him come back and be with me. まあ、そうだね。なんか、まあ、付き合いなのは分かってるけど、もっと私と一緒にいてほしいみたいな感じ書いてあるな。上司を尊敬するのはいいけど、なんか、もっと私に構ってよ、みたいな。一緒にいてよ、みたいな。ことが書いてあるな、これはな。のろけか、おい。これも、なんかそういう、あるのかな？宗教的な。あかんない？あいちゃう。お？なんかチュー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 音がしたけど。お、セカンドプレイピース、2枚目の写真だね。写真集めろ的な。お、ホラーコミック。お、扉が閉まった。 A very cheap horror comic that was quite、popular in the、ポスト。なんかすげえチープな、安っぽいホラー漫画だね。まあ、昔は非常に人気があったって書いてあるけど。The cover reads, a cursed haunted house. 呪われたお化け屋敷。って書いてあるね。Tale of Garland, 花の輪の中、尻尾か。そうだね。これも同じかな。宗教とかで使うようなあれなのかな。しっぽ。わっ、何が起きたの。これが落っこってきた。これなんだろうね。なんでしょ、なんで閉まったんだ。これどうなってんだ、これ。あ、なんか紐でくくりつけてあるんだ。いや、これ外せないんじゃねえか。外れねえのか、これ。穴があるよ。カモン！
come on, how many times do I have to tell you? 何回言えばわかんないよみたいな。Did your hand get a cramp? Is that why you're so stiff? なんだ、麻痺してんのかみたいな。痙攣してんのかみたいな。だから動きが鈍いのよみたいな。What a waste. Look at your little sister. Can you show her how to do it?ああ、ダンスの練習かな、これは。素晴らしいわ、みたいな。Arm a bit higher. Yes, yes. Now bend your knees a little more. Oh, that is terrific. You look wonderful. Look at her. You're such a natural. If you become famous someday, don't forget about me. ああ、お姉ちゃんの方が、とか妹の方が優秀だったみたいな感じか。お姉ちゃんをよく、お姉ちゃんにどうやら見せてあげなさいみたいなことですよね。うん。そんなこともできねえのかみたいなね。お姉ちゃん。すげえ言われてましたけど。妹の方が、なんかダンスやったな、優秀。お、ボイルドエッグ。お、ゆで卵じゃないですか。いいですね。ハードボイルドエッグ。なんかめっちゃカチカチみたい。あ、1枚目の写真だ。そうだね。ハードボイルドエッグ。半熟じゃないんですね。まあこんなとこにあっちゃ、まあそれはカチカチでしょう。あっかない？あ、ん？いや、違うか。ここが痛くじゃねえのか。ここが開いた？開いている。開いている？怖えな、おい、これ。この写真。このおばあちゃん、もしかして、さっきの、浮いてたやつ？この穴がさっき見たのか。うわ、なんだこの祭壇は。あ、これ写真入れる感じか？これは？ファーストセクションは、オブアン、アーティカルアバウトオファーリング。は？エニグマオブザマインド。心の謎みたいな。あー、まあなんか供物に関する記事だろうけど、これはよく俺にはわからんな。なんか供物に関することがうんぬんかんぬん書いてあるけど、これはちょっと書いてあることが難しすぎて俺にはわからんな、これ。うん。お、写真があった。これで全部？あ、なるほどね。回す。おう、なるほどね。OK、これで、どうやってはめんの、これ。これここだよな。E ボタンじゃ、ないんですか。このままでいいのか。あ、で、いいのか。切り替えちゃえばいいのね、このまま。違う違う。タブで切り替えるってなんかちょっとおかしいな。やりづれえな。で、こうか。ん？これ合ってるよな。お、
フォトグラフ。まあ、そうだね。さっきの、あれを見る限りでは、ダンスを習っていたみたいな感じだよね。まあ、すげえ厳しかったようだけどね。What? おお！え、ゾンビやん、やっぱり。なんだ？うい！なんだ？死んだのか？みたいなこと言ってた、今。わお。え、もうホームスイートホームがゾンビゲームになってんだけど。何これ？ザ・ネイル・オブ・サングカワ、サングカワ・ノーン？ザ・ホーリー・ネイル？聖なる釘？ We need to have my stick、パワー。お、神秘的な力がある、みたいなね、この釘には。used for protection and to defend against bad spirit。 悪霊から、なんか、まあ、守るために使われたみたいな感じで書いてあるな。攻撃道具？まさかの。え？戦闘？ 戦闘とかもしかしてある。あ、釘が一本追加されてる。これは？あ、弾薬か、これ。は？これは、なんだろうな。まあ、その、ドクター、なんだこれ。セルマスコーンか。セルマスコーン先生が、この丸薬をくれたと、書いてあるね。メディシン・ウィザー・ミックス・オブ・まあ、これは多分効能とかだね。効能が書いてあるね。で、あとは、なんだろう。まあ、特徴とかかな？なんか使われてるものとか。そうだね。フラワー。まあ、そういう感じですね。R でヒーリング？これ何？回復薬なの？ まさかのこれ回復薬だったのか。マジですか。うわ。で、悪かなって感じか。なるほどね。はい。というわけでね、じゃあ今回は一旦この辺で終わりにしましょうか。というわけでね、次回もよかったらね、また見に来てくれたら嬉しいです。それでは。